参政党はスピ系陰謀論じゃないかっていう風なレポートが、はい、まあ、ちょっと、笹川財団ですか、はい、笹川平和財団の方で、はい、SPF の方でですね、はい、7月20日に、はい、衝撃的なものが出てきました、はい、これ書かれたのはですね、長迫研究員というその、まあ、インターネット、まあ、ディスインフォメーション系を今非常に追いかけてるですね、若手の研究員の方なんですけど、スピリチュアルですね、スピ系っていうのは、はい、スピリチュアル系の陰謀論、はい、でどういうことかというとですね、まずその参政党はって言って思いっきり政党の名前出しちゃってますけど、まあ、このレポートに出てましたね、レポートに出てた話なんで、はい、これ僕が言ってるわけじゃないです、はい、で参政党はスピ系陰謀論で、じゃあどういうことかというと、まずちょっとじゃあ戦略系用語いきましょうか、はい、このスピ系陰謀論って何かというと、こういう用語を言っております、はい、長迫さんはですね、長迫研究員はこういうことを言ってますね、この何でしたっけ、今、はい、一つのですね、まあ、安全保障のフィールドで陰謀論が一つの教育として、まあ、注目を浴びてるということなんですけど、はい、まあ、先ほど言ったアメリカのリスクの中に、はい、アメリカ分断してたじゃないですか、はいはいはい、あれも、ね、結局陰謀論をもとに分裂したみたいな、うん、DS がいるんだと、はい、いうことが元になって、はい、マガが暴れたみたいな、そうですね、で議事堂選挙事件が起きて人が死んだという流れが実際あったんですよ、はい、ありましたね、で、はい、これはそもそも Q アノンという、はい、まあ、言説から始まって、うん、そこの Q アノン系の人たちがやっぱディープステートが、はい、実際は敵だという陰謀論を広めて、はい、まあ、それがまあ最終的には1月6日の連邦議事典につながったんですけど、はい、彼女はですね、長迫さんはこれをちょっと紹介しております、はい、海外のこれ文献として今、陰謀論会、陰謀論研究会ではこういうことが言われてます、はい、こういう人たちが増えてると、はい、何かというと、コンスピラシーってこれ陰謀論あるんです、はいはいはい、これ陰謀論をスピリチュアリティというこのスピリチュアル系の言説と混ぜたものがあって、これを概念としてコンスピリチュアリティという用語ができてるんですけど、これはまさに参政党が日本でやってるんじゃないかという話をしているんですよ、まあ、実際ヤマト Q なんかもね、はい、まあ、陰謀論団体として、はい、まあ、いろんなワクチンの、ね、はい、接種会場とかで暴れたりとか、はい、妨害をしてましたけれども、はい、本当 Q アノンによるディープステート関連の陰謀論を軸としつつ、はい、反ワクチン思想やスピリチュアル思想を巧みに組み合わせて活動を拡大していった、はい、で近年の陰謀論団体は、はい、スピリチュアル要素を組み込むことで、うん、思想に親和性のある人々も、はい、団体参加に誘引し、はい、また既存の宗教団体や、霊性運動を結合する傾向が見られると、そういうことですよね、こういう流れに乗ってるんじゃないかと、はい、でここで、はい、長迫さん自身のこの表現を借りますとですね、はいはい、Q アノン直系の団体ではないが、はい、このようなコンスピリチュアリティの流れを組む日本最大の団体として、うん、参政党にも注意を払う必要があると、はい、ズバリ言っております、うん、党の主張や党役員の発言には、うん、ユダヤ系陰謀論やワクチン陰謀論、はい、スピリチュアル要素などが確認されていると言って、うん、しっかりこの引用も出してやっております、はい、2022年の参院議員選挙では1議席を獲得し、うん、地方議員は124名、うん、党員サポーター数は2022年7月現在ですね、はい、で9万4000人に上っていると、はい、国会や地方議会に議席を持つ政党が、うん、このような主張を繰り広げていることは憂慮すべき事態である、はいはい、とまで書いております、そうですね、はい、ついに今真面目なレポートが出たって感じですね、うん、ですね、これ参政党について、そうですよね、はいはい、参政党の特徴としてコンスピリチュアリティというものがあって、うん、まあ、DS という言説、ユダヤ系陰謀論、ワクチン陰謀論、スピリチュアル要素が入っている、はい、ということなんですけど、うん、まあ、これまあ、他にもですね、うん、これ僕ちょっと、まあ、言われて、これ打ち合わせしてる時にもちょっと、まあ、彼ら基本的に愛国、はい、目覚めた愛国みたいなところをやっぱ主張してるのがベース、まあ、言ってますからねおはよう言ってます、はい、T シャツ着てますからね、おはよう、はい、そうですよね、うん、こういうところがあって、まあ、基本的には彼ら自身は自分たちが愛国者だという自覚はあるのかなっていうところはありますよね、はい、ただやっぱ近年、はい、世界的にいろんな国で新党ができて、うん、勢いがあるとこはやっぱ愛国党っていうか、はい、やっぱあ、まあ、極右団体と言われるようなところなんかが割と多いんですけど、ただそれが陰謀論に入っちゃ、うん、陰謀論の要素をやっぱりね、うん、言説として取り入れてるんで、ちょっとこれはなんか危ないなという感覚は僕はやっぱり見てて思うんですけど、うん、ただ僕はこの参政党の動きとかやっぱり見てて思うのは、うん、
こういう日本の陰謀論系の人たち、うん、およびまあこういう政治活動にやっぱ行く人たちって一種の、まあ、汚れの思想みたいなのちょっとあるのかなって僕思ってるんですよ、うん、要するに外国からやっぱ汚いものが入ってくると、うん、それを守りたいと、うん、で、まあ、ある程度そういう気持ちはね僕は理解できない上位思想わけではないと、そう、うん、上位思想にだから上位論にはまりやすいんで、うん、どちらかというとその外国との汚い部分も取り入れて、うん、まあ、清濁合わせ飲むみたいなところがやっぱ彼らの中にはなくて、うん、逆にすごく実際に会って喋ってみたりすると、うん、ピュアでいい人っていうのが多いんじゃないかっていうふうに感じるところがあるんですよ僕は。そうですか。その人たちは、はい、うん、はい、あの純粋なあの気持ちを持ってる人がやっぱり多くて、うん、で例えばね僕ねあのこれ一度お話ししたことあると思うんですけど、あの馬淵さんいらっしゃるじゃないですか、はい、日本の今陰謀論のもう大家ですよ、はい、あの方ね、あの方に僕一回水道橋かなで一回お会いしたまたまなんですけどお会いしたことがあって喋、はい、ったことあるんです、うん、あの人ほらあのすごく陰謀論界隈から尊敬されてるじゃないですか、うん、で会ってみて僕も実際に喋ってみてめちゃめちゃいい人でしたよ、うん、ただ言ってることが超陰謀論、はい、ブチャの虐殺はなかったんですみたいなこと言っちゃうって、はい、うん、まあ、そういうね、うん、なんていうんですかね、そのすごくこうピュアな気持ちを持ってる人がそういうのにハマりやすいのかなっていうのはちょっと僕は後で思いましたけどね、うん、はい、その時は、はい、ということがあるんで、うん、もしかしたらそのやっぱり非常に純粋で汚れをこう払いたいという人たちがそっちに行くのかなという一種のなんかこう僕はあの見方をしている部分がちょっとあります。ちょっと、まあ、陰謀論者がちょっと僕は怖いなと思うのは、はい、妙に進路、はい、はい、うん、敵だったり、進路的ですね、はい、反米だったりする。進路って言ったって あんだけ汚いロシアをなぜそんなに応援しちゃうんだみたいな。そうそう、それよりも汚いのが大手メディアだとか DS だっていうことなんでしょうね。だから反米になっちゃうところがちょっと本当の、あ、反米、ね、まあ、一番危ないなっていう感じがしますし、ね、はい、結構ゼノフォビアチックっていうか、ああそうですそうですそうです、うん、それはあると思います、ね、ところもありますからね、はい、いやもちろん警戒するのは構わないとは僕は思うんですけど、はい、うん、はい、ただねその方向性として、うん、いやだからといってロシアを支援っていうふうに言っちゃうっていうのはね、うん、なかなかあまり納得できないところがありますね、うん、はい、なんかそうね、その外国人を、まあ、入れちゃいけないとかいう議論は別に、はい、したらいいと思うんだけど、うん、言ってることは結構かなり極端で、うん、聞いてると、うん、まあ、神谷さんは、はい、当初のね、そう、はい、龍馬プロジェクトってやって、はい、龍馬はやってることは上位運動で、うん、武智半平太じゃないのっていうそっちのじゃないかなっていう、はい、海外と貿易をするって感じになってないっていう感じですよね、はい、確かに、ね、そうそうそう、逆だなっていう感じがちょっとしますね、はい、はい、